はい、えー、暗号通貨はね、たった今、空前のバブルでございます。今、暗号通貨に乗っていないと、稼ぎ損ねちゃいますね。ただ、バブルっていうのは気をつけていただきたい、速可塾の中ではずっとお伝えしてますけども、バブルという時代は、多くの方がお金を失う時期のことを言います。ね、バブルの後には必ず崩壊があるでしょう。というよりも、バブルだと思って乗っかったら崩壊した途中で、資産を失ってしまうと。 そして先行して仕込んでた方が、まあ、いわゆるね、飛び逃げしてしまうという状態ですよね。えー、ということでね、今ね、リップルを見てます。XRP ですいや。私これね、平均取得単価42円だったんで、75円の時でも売らなかったんですよ。うーん、ということでね。 せっかくの含み駅が今、含み損に転じております。まあですんで、リップルの方はね、ちょっとすぐに終わっていって、こちらのビットコインに見てみましょうか。ビットコインは350円ですよ。350万か。350万です。なんか昨日ね、300万ちょっと超えたぐらいだったんですけども、1日で50万ほどアップしまして、昨日買った方はね、おめでとうございます。昨日利格した方は、それでもおめでとうございますです。大体ビットコイン持ってる人で損してる人っていないと思うんですよね。うん、だから今買うと、高値掴みの可能性があるんで、この価格 かかから買うううのちちょっっとととねねね勇気があありりままますすよ、ねまあ、でもも、ね、もこの分だと全然1000万いいいけけゃゃんじゃないかなっていうふうなて見方もありますけども今のところ私はね、1000万に行く期待はありますけども、根拠は持っておりません。えー、根拠をね、こうだ、ああだと述べる方はいますけども、暗号通貨の世界ってのはまだまだ全然わかってないんで、根拠メディアのがあるのと同時に、慎重論が同じぐらいあるのもね、まあ、素直なところかなと思います。どちらを自分が採用して、どちらを信じるか、そしてどちらに乗っかっていけるような力量と資金力がある かって問題になっちゃいますね。 でね、注目はね、XRP とかビットコインじゃないんですよ。ちょっとだけ、えー、挟ましていただきますけども、イーサリアムあるでしょイーサリアムもうすぐ10万ですよね。私がね、あんまり意図せず買っていたイーサリアムが急に値上がりしてたんで、ちょっとこの辺も美味しいなというところで、XRP はちょっと私的には残念なんですけども、他の通貨は全部ね、大幅な含め益を持っていて、もう笑いが止まらないような状態も来ております。えー、もうほんとね、去年ね、いろんなビジネスで失敗したものもあるんですけども、そんなの完全に 完全に忘れちゃいますね。 やっぱりね、投資は分散ですよ。ビジネスも分散ですよ。最初は一点集中で行くんですけども、うまく行き出したら他のものにもね、適度にばらけさせておいて、一つや二つがポシャっても、トータルで取れるようにしとかないといけないかなってことですよね。ということで、今回の一番星が、この ADA カルダノです。何を隠そう私はね、すべての暗号通貨の中で、この ADA を一番最初にプレセールで買いました。0.2円だったと思います。ということは、その時から今100倍になってますね、20円なんで。 100倍っすよ。すごいっすね。なんか、ワクワクしますね。0.2円で買ったのが、2円じゃなくて、20円ですから、100倍。いや、すげえな。本当に儲かっちゃってるな、これも。で、儲かった儲かったばっかり言うとね、怒られちゃうんで、じゃあ、えー、これから、ADA でいいですよ。ADA を買うときに、どんなね、 えー、期待がされるかってことをお話しておきましょう。今、ADA が一つ20円なんで、例えば2万円だとね、1000ADA 買えるわけじゃないですか。じゃあそれがどのぐらい増えるのかっていうふうな期待をここに持たせる記事があります。AMB クリプトっていうサ,あのサイトですけども、えー、セルシスネットワークは ADA が2021年、第二四半期、4、5、6月ですよね、に追加されることを確認しましたってあるでしょ だから、セルシチネットワークっていうのが、これが何なのかってこと、これから説明しますけども、え、今年入ってくるってことなんですよ。で、これを受けて、すでに期待感からもう2.8%の値上がりをしてるってことが読めるわけですよね。で、このね、セルシチ セルシスネットワーク言い慣れないんですけども、こちらが何なのかってことを記事を読んでい,いきましょう。市場参加者がかなりの利益を記録し、主流の採用が大幅に増加したため、暗号通貨はあ昨年1年間で急増しました。ということを書いてますよね。昨年1年間で暗号通貨の参加者というのはすごく増えたわけですよ。暗号通貨プラットフォームをこれからの開発の恩恵を受けており、預けられた多数の暗号通貨で クライアントに記録的な高金利の支払いが行われていることに注目しています。はい。ありがとうございます。リワードプラットフォームであるセルシスネットワークは本日、2021年の第2四半期にサポートされている暗号通貨のリストに、えー、体のエーダーを追加すると発表しました。これはでかいことなんですよ、すごく。セルシスネットワークにつきましては別の動画で説明しますね。 これにより、エ d ダ保有者は、現在唯一の選択肢である ADA をチェーン上で直接ステーキングする以外に別の方法でリマーリを獲得する機会が得られますということなんで、えっと、セルシスネットワークについては、私はね、リマーリを得るためのステーキングを計画しております。まあ、このために ADA をね、待っていたと言ってもいいぐらいです。で、セルシスの CEO であるアレックスは、1月1日に AMA に ADA が追加されたことを確認しましたが、ADA で提供される利回りの額はまだ発表されていません。まあ利回りがね、年利1%ってことはないでしょ。3%、4%とかもらえるんじゃないかなと思います。接種では、えー、APY の範囲は遠くによって異なります。米国内のユーザーの場合、2.53%から16.16% 16。米国外のユーザーの場合は3.3から21.4%です。体の21.49%で提供する場合、それは掛け金の4倍になります。<laughs> ほとんどのユーザーは特に ADA がすでにスタッカーに4から5.5%支払っているポスコインであることを考えると提供される API は ADA をオフチェーンにかけるリスクを正当化するために高い側にあると推測していますと。うーん。まあ先が明るいニュースだと言えるんですよね。で、カルドノがこれを受けて急騰しているってところがここに出ているのかな。えー、違いますね。セルと USD だね、これね。 はい。ということで、期待を持った ADA なんですけども、さらに期待できるんではないかなと思います。まあ、今のうちに買いますのもいいんじゃないかなと思ってますけどね。では本日は以上です。